皆さん、こんにちは。咲夜です。いつもご視聴ありがとうございます。また、チャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日はご紹介する、料理動画。今日ご紹介するお料理は、もずく酢と豚肉と、キノコの炒めという、料理です。ものすごく簡単で、比較的安い食材だけでできるので、ぜひやってみていただきたいですし、また、酸味がある料理なんですけれども、角が取れたマイルドな酸味なので、塩分とか糖分とかを気にされている方にも、おすすめのお料理となっております。使うものはえのき2パック、それから、豚肉で、もずく、こういう3連カップで、今日は2パック使います。他の野菜とかの具材の量によるんですけれども、2パックぐらいがちょうどいいかなと私は思っています。そして、本当は長ネギなんですけれども、見てください、この生しいたけの量。この1パックで今日100円だったんで、本当は長ネギとえのき豚肉なんですけど、今日はしいたけを使っちゃいます。まずはフライパンにごま油をひいていきます。そして、豚肉は豚こまを使うんですけれども、一口大にカットをして、塩コショウを振って、少し揉み込んであります。で、これをよく広げて焼いていきます。で、まだフライパンが火をつけたばかりなので、冷たいうちに、しっかりと広げていくと、ムラなく仕上がると思います。で、下味をお肉につけるか問題っていうのがあると思うんですけど、面倒な方はね、別に構わないですと私は思っています。ただ、下味をつけるメリットというのが、使う調味料にもよるんですけれども、液体の調味料を使う場合、その液体の調味料によって味が、すべての味が、よく言えば混ざり合うんですけど、流されてしまうという面があるんですね。なので、例えば今回入るお肉とキノコを両方掴んで口の中に入れた時に、しっかりとお肉自体も味がする方が、美味しくいただけると思うので、調味料の液体が多い場合には、私はお肉に下味をした方がいいと思います。で、今日は豚肉なので、しっかりと火が通るまで加熱していきます。お肉に火が通ったら、えのき、しいたけを入れていきます。えのきは今日は石突きを、外しただけの状態にしています。で、長ネギを入れる場合には、厚めの斜め切りにして入れてください。このタイミングで入れていきます。で、今日はしいたけなのですけれども、しいたけ、今日もずく酢を入れるのです。酸味があるんですね。で、なんか酸が溶かすのかもしれないんですけど、しいたけとかが割とトロトロになってしまいますので、こういうスライスをすると、結構、なんていうのかな、ふにゃふにゃになっちゃいます。で、しっかりと食材としての食感を楽しみたい場合は、石突きを落として、四つ切りに、したものと、今日は半々で入れていきます。このまま炒めていきますね。で、このぐらいまで、火が通ったら、まずお酒、大さじ1ぐらいですね。それとオイスターソースがあれば小さじ1ぐらい。オイスターソースなければ、鶏だしのスープの素とかでも大丈夫です。そして、お醤油を小さじ1、みりんも、小さじ1ぐらい入れていきます。そうしましたら、もずくをカップの汁ごと入れていきますね。
であとはもずく酢の酸味、酢の酸味ですねの角が取れるまで、炒め合わせていく、いきます。はい、はい、で、お酢の酸味が飛んで角がまろやかになったら完成です。味を見ていただいてもし何か足りないなと感じたら塩コショウ等で、味を整えてください。では盛り付けていきます。もずく酢ときのこの炒め物完成です。本日もご視聴ありがとうございます。